機体を動かそうという画期的な技術。その鍵を握るのは脳波をいかに正確に読み取るかということ。そもそも脳波とはどんなものなのか皆さんはご存知でしょうか。人間の脳の中では千数百億という膨大な数の神経細胞が互いにつながり合って複雑なネットワークが作られています。実は脳が働くときにそのネットワークに数十マイクロボルトという極めて微弱な電気が発生しているのです。これは普段使っている乾電池の実に10万分の1という弱さ。そんなわずかな電気を捉えたものが脳波なのです。ではその脳波で車椅子をどのように操縦しているのでしょう。この車椅子脳波を読み取りパソコンでその情報を解析し車輪に動く指令を出しているのです。突き当たりにやってきた車椅子、曲がるべき方向は左。意識を集中して念じるとパソコンが脳波の解析を始めます。そして30秒後、見事念じた通り左に曲がっていきます。考えるだけで左右に曲がる車椅子、しかし直接右左と念じているわけではないのです。一体何を念じているのでしょうか。你好、我是隔壁的晶晶。我是彤彤。甜甜圈吃吗？吃吧，不用客气。是你的好朋友彤彤。怎么了？那还是吃吧。